時間通り来たの俺だけじゃねえかよ。義務じゃない義務じゃない義務じゃない。おめさん最高でボリュおいおい、お前ら、授業やるぞ。おい、先つけよ。もう一回お前たちに聞く。この問題分かるやついるか。はい。じゃあ、さん。答えは6分の1、6、絶対値に x 引く1分の x 引く2の4乗プラス c、関数分数をシートするです。正解。さあ、見てよ、先生、ランダム解いてたし。よかった。これについて考えていこう。分かるやついるか。じゃあ、浜さん。ログ6、2の C。 これが答えか。はい、はい、じゃあお前、そうですね、この問題でまず A を B と取るのはまあ愚問かなとは思います。なんだお前のその態度は。どうした指を噛むな。お前気性が荒いだろ。何やねんお前の言えよ。答えよ。言う価値すらない。お前、お前やるよ。解けよ。な、な、何、何取ってんの、何取ってんの。そんな押したら、伸びようかなって。今日の議題は、パンツはいつから履く。これについて君たちに議論してもらおうと思うが、君たちで2人一組を作ってもらおう。え、どうに俺と一緒に組もうよ。え、組もう。え、パンツいつから履く。俺結構成人式の途中ぐらい。ごめん、一緒にやろうぜ。お前もありがとう、ありがとう、一緒にやろう。ごめんごめん、一緒にやろう。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 どこですか、あれさ。え、まあ、これからちょっと検討をして、ちょっとアップメアンスしてるところです。入れんでよかった。じゃあ君たち二人一組のチームを作ってもらおう。どう？早く作れよ。皆さんはどちらですか？この刺さる。お前らお前らこの女の子のドリテスとか大変だ。川口が転居の時出しますねで市役所の奴らに呼び出し食らったって。お前たち、聞いてくれ。あの川口君が出席人数が足りなくて留年になったらしいぞ。やばいぞ、お前たち。何とも思わないのか、お前たち。あれ、なんやお前、虫そんだけ。うん、俺のやろうか。食べなよ。いや、僕のもええよ。はい、俺のもやるよ、俺のもやるよ、俺のもやるよ。ちゃんと食べないかな。大きくなんねえぞ。うるせえ。
でも前の学校でそういうことを女子生徒に言ったら、うん、こんにちは。あ、昨日のテニスラン見た？いや、見てない。見てない。俺も見てない。昨日の SAO とか見た？見た？あ、見てた。え？おい、キリトよ。はぁ、あ、くら、風林火山のくらいあれね、見てないか。見てキリトジオー、キリトよーって言う。わかる、わかる。ガバルタセンチでジャックドリッパーこれどうぁぁ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 ちゃんとな、お前玉止めしたんか、お前ミシンで玉結びしたんすよ。ボビンだ、ボビン